初賀森古墳は、福島県川沼郡藍津番下町にある前方公園墳。宇大青津古墳群を構成する古墳の一つ。福島県指定史跡に指定されている。東北地方で最古に位置づけられうる古墳として知られる。藍津番下町の市街地西側、旧宮川西岸に位置する前方公園墳で前方部を南方に向ける。 周辺には、嘘が森古墳や米が森古墳も築かれ、一体が古墳時代前期に反映した様子が見られる。公園部は二段築成であるが、前方部は削られており、詳細は不明。前方部がバチ型をなす墳景は、日本最古の前方公園墳である、橋墓古墳と類似するものであり、規模は橋墓古墳の約6分の1になる。また、古墳の周囲に、 ほぼ掃除系のシューボリがめぐらされている。本古墳は新編アイズフード機密としての記載が見えるが、1961年の遺跡分布調査の際に発見され公式に認識された。後に行われる発掘調査までは公園部の一部のみを地上に出し、その他は水田の元に埋まっている状態であった。1990年の区画整理事業に伴って実施された。 発掘調査において、それまで塩粉と考えられていた本古墳が前方後円墳であることが分かり、古墳の規模も合わせて判明した。その調査では、古墳周囲の周堀のほか、墳球直下や周囲からは、縦穴式住居跡や方形集合母群10基等も検出された。古墳主体部は明らかとなっていないが、出土した弾きから3世紀末マイナス4。 正規初頭頃の築造と推定され、東北地方では最古級の古墳になる。古墳域は1996年に福島県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。稲荷塚海石稲荷海石は諸外森古墳付近に所在する古墳時代前期の遺跡。1990から1991年に行われた調査で縦穴式住居跡15件。 掘ったて柱建物跡3棟、方径集公墓10基等が発見された。これらの位置づけとして、建物群が古墳時代前期初頭に集落として機能した後、その跡地上に諸賀森古墳が築かれ、さらにその周囲に諸賀森古墳ゆかりの人物の方径集公墓が営まれたとみられている。二千十七年にはさらに方径周公墓十三基が発見されており、 集合母は計23級を数え、福島県内では最大級の集合母群になるとされる。ありがとうございます。